皆さんこんにちは。262番のバードウィークからゲームはスタートだ。平和的なゲームですね。鳥を撃ち落とすゲームだと誤解されて光線銃が荒れたって噂ですね。ヒナに餌を与えるゲームなんだけどね、餌の蝶の動きが意外とリアルで、鳥の挙動も割と独特なんだよ。巣立つとゲームクリアで式が進んでいく。平和で単調なゲームですね。それが999面ある。気が狂いそうですね。ヒナが飢えないように気をつける必要があるんだけど、ヒナはすぐ満腹になるから餌を与え待ちになるね。光線銃があったら撃ち落としてるわ。これは家族全員で楽しめるアットホームなゲームだよ。そういうのは桃太郎電鉄とかじゃないですかね。桃太郎電鉄も家庭不和を招きそうだけどね。しばしばクソゲーの代表として取り上げられるこの作品だけど、良いところもあるね。カステル町の世界観は独特だし、グラフィックも綺麗。 BGM は1曲しかないけど良い感じにやってて眠くなってくるメロディーだから不眠症対策にもいいね。それって褒めてるんですかね。褒めてないよ。このシリーズも30回目、1回はだいたい10分弱だ。このゲームで5時間遊ぶならこの動画を見てくれると嬉しいぞ。でもこのゲームには四季があるから。このシリーズにはネイチャークランがあるよ。30回目だから飛ばしてるな。結構遊んでたけど、昔の銀行の通帳の絵でゲームしてる気分になるね。一時期どの銀行もこういうデザインのやつありましたよね。下手したら通帳が通じない時代が来るかもしれないね。通帳に記帳する時の大掛かりな駆動音とか好きなんですけどね。正直大掛かりすぎるよね。春が目に痛いから次はボンバーマンやります。ベタハドソンの看板タイトル。対戦ゲームが熱くなるのはスーパーボンバーマンからだね。そしてマップがずれて力が出ない。このシリーズって画面がずれてるパターン多いですね。ずれてるだけだから理論的にはプレイできるんだけど無理ゲーだな。しかし私は動じない。なぜならバードウィークをプレイしたからな。バードウィークをやってたら大抵のゲームは大丈夫ですね。次はみんな大好きブームマン。どう見てもボンバーマンですがブームマンなんですね。ロックマンのボスにいそうだけどね。よかったね、マップがずれていないボンバーマンだ。つまりは普通のボンバーマンですね。スーパーファミコンでみんなが熱狂してたボンバーマンも気がついたらパズルゲームになっててびっくりしたね。パニックボンバーとかありましたね。ビーダマンもいい線いったんだけどね。流行りましたがコロコロが噛んでる割にはって感じでしたね。いろいろ頑張ってたけどいまいちブームを作れなかったチョロQよりかはマシだけどね。チョロQの漫画やってましたけど展開がだいたいミニ四駆的な感じでしたね。まあ当時の我々よりも上の世代には受けたみたいだから失敗ではなかったみたいだけどね。初代ボンバーマンは妙な中毒性があるよね。慣れると永遠にやっちゃいますよね。パワーアップするまでがちょっとだるいんだけどね。ハドソンは当時かなりの台数のマルチタップを売ったんだよね。ボンバーマンの顔のマルチタップが一番場所を取らなくていいんですよね。他社のはブーメランみたいなやつだったからな。次はブーマーパック。全部ボンバーマンじゃないですか。だからバードミークを引っ張ったんですね。そういうわけじゃないけどさ、キャラも別にパックマンとかじゃないよ。残念だ。次はブラッシュローラ。すんごく聞いたことのあるタイトルだな。未成年の飲酒は良くないですよ。タイトル画面はさておき、これはクラッシュローラーだな。アーケードゲーム黎明期の名作でハケを操作して道路を全部塗りつぶすよ。時代が時代なだけにデッドコピー品が大量に出回ったけど、その中の一つのコロスケローラーは実は正式な続編だったりする。しかもネオジオポケットカラーに移植されてる。 ADK だからというのもあるけどネオポケはソフトにかなり恵まれてたからね。 SNK の体力が持ってたら良い勝負してたと思うよ。ちなみにアルファ電子開発クラール電子発売といえば、くしくも同年に稼働したのがあのドラちゃん。どのドラちゃん。虚無なゲーム性になぜか漫画をトレースしたと思われるドラえもんが表示されるクソゲーだよ。さすがの小学館が動いて回収処分されたらしいんだけどね。当時でその動きは珍しいですね。クレイジークライマーで普通にドラえもんの曲が流れる時代にだよ。続編にドラミちゃんがあるらしいけどそれに関してはゲーム画面を見たことすらない。クラッシュローラーよりも興味がありますよ。ちなみに謎の猫や車とか足跡をつけてくる敵とか全部原作に忠実だよ。こういう大きめの動
表示できる基盤性能をアピールするためのドラちゃんだったんだと思う。1980年の性能と考えると確かにそうか。なんでこれをファミコンに移植したのかはわからないけどね。次はオルチャ。どう読むのかはわかりませんね。オリジナルゲーの予感。残念、バズボンバーズシリーズでした。 IQ チャンピオンはカート26、満員レッドは27。確かにこの画面の流れは IQ チャンピオンだわ。どんなに画面を飾っても1982年のゲームだということに変わりはない。当時ですら古臭さ満点だったスペースインベーダーのリメイクでもそれなりに進化させてるしね。今プレイすると結構面白かったりしますよね。次に行くよ。次はカリキュレート。計算ですよ。大丈夫ですか？あら懐かしい。ドンキーコングジュニアの算数遊びだな。でもこれって結構難しいんだよ。計算を計算で答えないといけないんですよね。強制2人プレイだから落ち着いてプレイできるよ。答えが51なら整数じゃなくて計算式で51になるようにしなきゃならない。一度取った数字は使い回せないから、それだけでも結構複雑だ。操作性がドンキーコングジュニアだから間違って数字を取っちゃうこともある。もはやパズルゲームですね。技術的なお話をすると、ファミコンの CPU では掛け算と割り算の命令を持ってないんだよね。掛け算の処理は足し算で代用できるんだけど、割り算はかなり高度なテクニックを使っているはず。ちなみにハイスペックマシンで有名なセガサターンですら割り算の命令を持ってない。割り算って確かに高度な技術ですけど、そんなの100円ショップの電卓でも実装してますからね。80年代に入ると電卓は小型化して大幅な値崩れをするようになるけど、10桁電卓は高価だったよ。後仕事で電卓を使うんだったら100円ショップじゃなくてちゃんとした電卓を買わないとダメだよ。計算の答えは変わらないけど、ボタンの質が全然違うから。意外と大事な要素ですね。別に高級な電卓じゃなくてもシャープの1000円ぐらいの LC メイトで十分だよ。シャープの電卓好きですよね。シャープは壊れて買い替えてもボタン配置が変わらないのが好きだよ。カシオさんはイコールとプラスの位置が私の好みではない。次はチャックンポップだね。いくら30回目だからといって今回は喋りすぎじゃないですか。元はアーケードの作品だけど、シャープのパソコンとカカシオも参入してる MSX などでプレイした人も多いのでは。すっごく無理やり電卓の話とつなげようとしてる。衝撃キーで壁にくっつくことができるんだけど、操作は慣れが必要だね。なんというかキーボードで操作したい。ジャンプボタンがジャンプというよりも背伸びなんですね。ヨッシーアイランドの車みたいな挙動をしてくれればいいんだけど。ダメだったんですね。進捗ダメです。次はサーカスチャーリー。パート24で紹介。あれはハックロムだったんだけどね。なぜコナミじゃなくてソフトプロ発売なのかというのは、おそらく任天堂の販売本数上限のせい。でもコナミってその制限のない6社のうちの1社ですよね。エグゼドエグゼスの例もあるから、その優遇策はファミコン中期以降の話だろうね。前期インターネットだとソフトメーカーの記述がかなりいい加減で、かなりのゲーム会社は謎のメーカー扱いだったね。ソフトプロも空手家を発売した謎の会社扱いでしたね。ソフトプロ社の情報が最近またごっそりと消えたけど、ソフトプロは家電量販店の上新電機の関連会社のようだね。つくもとかソフマップとかそういうケースありますよね。有名どころだと日本テレネットとヨドバシカメラの合弁による新日本レーザーソフトとかね。夢がある時代でしたね。ソフマップの窓OS とかめっちゃ夢があったんだけどね。やっぱりパート30だからって飛ばしすぎなのでは。5時間もこの動画シリーズに付き合ってくれてる皆様が楽しんでくれればね。楽しんでくれているのかな。サーカスチャーリーは3面から急に難しくなるよね。ちょっとゲーム性が変わりますからね。次回も元気にプレイをしていくぞ。500本までまだまだありますからね。まだまだ続くよ。楽しみに待っててね。